浦和パルコ脇の田島大巻線旧中山道との交差点から見た工事中の第二航区。現在は一方通行。暫定2車線で共用された高砂5工区、浦和駅南側で京浜東北線、宇都宮線、高崎線と交差する。ここから全地3丁目までは4車線で共用されている浦和熊市からパルコ方面田島大巻線は、 埼玉県埼玉市桜区から埼玉県埼玉市緑区に至る埼玉市の都市計画道路、高砂中町線と交差している。浦和駅直近を通り、埼玉市の東西を結ぶ4車線の幹線道路として計画されている。京浜東北線、宇都宮線、高崎線から東側は日の出通りと呼ばれている。1963年8月12日に、 都市計画決定した路線。国道17号新大宮バイパスから国道463号浅間橋までを結ぶ道路。整備計画では全線4車線。拡幅した四季街道を最強線中浦和駅手前まで進み、そこで南に分かれて国道17号へと直線で進む。その後、北側に曲がる形で浦和駅南側で京浜東北線、宇都宮線。 高崎線の高架下をくぐり、大田久保、原山を直進して、埼玉県道1号埼玉川口線と交差する。プラザイーストを過ぎたあたりで国道463号と合流し、そこから東は拡幅する形で浅間橋まで整備する。完成後は、緑区役所から浦和駅までは一直線に結ばれる。浦和駅周辺の渋滞を解消する4車線の 環状道路計画の一部となっている。浦和駅、東口南側から原山までに車線の道路があり、2007年以降、浦和駅を中心に部分的に4車線化がなされていた。後に、第1航区の東高砂町から、全地3丁目までは2009年12月に4、車線での共用開始された。また、全地3丁目から、 埼玉県道35号川口上げ尾線までの大宅久保港区も2010年に事業が開始され、2020年度末までの共用を見込んでいる。一方、浦和駅西口南側から埼玉県道213号局本埼玉線までは一方通行の道であったが、2007年から事業が開始され、現在では浦和駅高架下から旧中線道までの区間が 暫定的に2車線で供用されている。第2航区の区間は2000年3月から事業が開始され、2016年度末の供用開始を見込んで、いたが一件の立ち退きが進まず開通予定の延期を繰り返している。この一件を除いた部分はほぼ外正している。2021年開通を目指している。2019年8月1日。 プラザイースト南側の中尾1485付近のごくわずかな部分が開通。国道17号より東側。ありがとうございます。